名人、元東北楽天ゴールデンイーグルスレジェンド磯部晃一さん。そしてアンバサダーの銀次さん。あれ銀次さん？銀ちゃん。改めまして磯部さん、銀ちゃん、おさらいよろしくお願いします。お帰りなさいになるところです。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、球場にはどのぐらいのペースで来られてるんですか？ほぼ来てないです。あ、ほぼ来てないんですか？ついこの間ちょっと仙台で、はい、用事がありまして、はい、その時にあの知り合いの方と観戦してました。はい、あ、そう、見られてた、はい、誰かも気づかなかった。寂しいですね。ゆめさん、完成してるなんて思いませんよ。ガブって言ってた。さあ、ということで改めて20年前、はい、イーグルスができた時に活躍した選手なんですけれども、はい、磯部さん、はい、まあ、いろんなね、苦労があったとお聞きしてるんですけれども、はい、もう正直ぶっちゃけどんな弱い楽天の時に頑張りました。1年目ということで、はいはい、千葉ロッテマリーンズと戦いではね、ついこの間ね、はい、なんかちょっと、はい、危なかったですね。似たような記録が、ちょうどその時はテレビで見てたんですけど、はいはい、歴史的記録に26までいくなよと思ってました。あの記録は俺たちが作った記録だ。そういうことです。ありますでしょうか。ただね、僕も初年度見に来てたんですけども、はい、まあ、そうそうたるメンツですよ、はいはい、沖原さんとか関川さんとかいる中で、はいはい、スコアボード見た時に、うん、打率3割磯部晃一っていう、ね、磯部さんが ね、こう初年度から大活躍引っ張ってくれてたんですよ。俺とたけしさん頑張ったんだよ。はい、そう、前回ね、たけしさんがね、そうなんですよ、こないさんと来てくれて、そうそうなんです、映像を見ましたけど、あ、そうなんです、山崎さんも、ね、初年度大変だったっておっしゃってました。はい、あれは誰がどう見ても大変だった1年目だと思います。はい、はい、そしてね、2年目からアンバサダーが選手として入団されましたけれども、うん、はい、お二人初で出会った時のことは覚えてますか？アンバサダーが、まあ、最初僕はやっぱりだって一軍いたんで、そうですね、はい、ずっと一軍いたんで、ずっと一軍、はい、銀次はね、ファームで岩手から出てきて、はい、すごい田舎もんで、はい、まだまだね、から活躍できるような選手ではないと思う。最初キャッチャーですけど、はいはい、僕はキャッチャー出身なんで、そうですよね。で、ね、銀次君が入った時に、はい、僕もちょうど引退手前ぐらいだよね、2軍で一緒にプレーしてましたから、ね、そうか、はい、そうかな、あのバックスクリーンのホームラン、自分覚えてますよ、バックスクリーン、ここでバックスクリーンのホームラン、バックスクリーンのホームラン、球団第1号じゃないですか、見てないでしょ、見る、あれはテレビに見た、第1号、楽天イーグルス第1号が磯部さん、はい、はい、バックスクリーンのホームラン、あの打球やばいっすね、知ってます皆さん、楽天イーグルス第1号ですよ、あれはホームランから、あれはすごいんだから、マジこれは覚えてますかね、じゃあね、飛ぶボールの時代ですかね、飛ぶボールの時代、やめてください、アンバサダー、飛ぶボールやった、おやめなさい。さあ、そして、ね、はいはい、コーチになられてからも、はい、それこそ銀さんが現役でコーチという時代もあったと思うんですけれども、はい、磯部さんから見てこの銀次選手の成長ぶりっていうのはちょっと待ってください、はい、磯部さんってどんなコーチなんですか？いやいや、めちゃくちゃいいコーチで、本当にあ、ね、まあ、今だから言いますけど、はい、まあ、食事もね一緒にしてたもんね、一緒に、銀次君が2軍時代に、はい、連れてもらったりして飯行くぞと、はい、やっぱ若いの頑張ってもらわないといけない、しっかり飯食わして、はい、そうですね、めっちゃ嬉しかった、そういうの嬉しかったですよ、本当に、ありがとうございます。はい、じゃあ僕から見た銀次君、はい、バッティングセンスは良かったですね、はい、はい、まあ、でも合いますよね、なんか磯部さん言ってるの自分分かりましたもん。そうだね、だそれ、磯部さんいなくなってからもう自分その T の やり方とか教えてもらったんですけど、それずっとやってましたからね。やった、はい、高いとこね、高いとこ、もうちょっとじゃ現役できたんじゃない。いやいろいろあるんですよ、いろいろあるんですよ、大人の事情っていうのがね、引退するときは出てきますけどね、大活躍した選手ですからね、あ、そうなんだ、じゃあちょっとこの野球の見方っていうのがお二人似てる部分があったりするんですか？体型も似てるし、はい、大きくないんで僕は、どうやったらこう強く打てるかとかっていうのをちょっと教えて、技術指導の部分ではじゃあそれが大いに役に立って、はい、銀選手の大活躍っていうのもあったのかもしれませんね。本当に優しかったです、でも優しい、はい、すごい優しかった、もっと言っといてっていうと、2013年のイーグルス優勝した時とかは、うん、コーチと選手の関係だったと思うんですけど、どのようなシートでした？まあ、でもちょうどその時は、はい、僕は2軍のコーチやってましたね、うん、はい、銀次君、はい、
星野監督にしっかりしごいてもらって、そうですね、あれがきっかけでもうスーパースターになりました、はい、ブレイクして、全然です ね、 ね、 そうですね、やっぱり頑張りました、活躍は嬉しかったですか、磯部さん、嬉しかったですよ、本当に、まあ、でも本当に練習よくしたんで彼は、うん、はい、もうそれが、はい、もう彼のそう技術の源は、ね、はい、素晴らしいなと思います、努力の賜物でしたね、山崎さんも、ね、おっしゃってましたから、ね、そうですね、はい、あの山崎さんは入ってきた時、最初見た時、はい、こいつはプロでは活躍しないって、はい、言ってたのにも練習の努力の人だ、努力をしまくってここまで来たよかったです、やってました、はい、努力の賜物でございます、はい、さあちょっと磯部さんに質問なんですけども、はい、あの当時よりも、はい、この球場がうん、だいぶ変わったと思うんですけれども、素晴らしいですね、本当にね、はい、もう昔はね、多分銀次君も知らないと思うんですけども、はい、知らないですよ、あのここの選手ロッカーはなかったんで、えもう球場内の、はい、もう昔からの宮城球場の、はい、お風呂なんか、そうなんですね、あの 2メートルちっちゃいのがつか2個ついてるのに入ってやってたんです、そうなんだ、そうなんです、だいぶだから環境も変わって、はい、今の選手羨ましいんじゃないですか、めちゃくちゃいいんですよ、まあ、コーチやってから、はい、やっぱり、はい、いいロッカーだなと思いますもん、本当にやっぱり環境がいいと成績にもつながってる、つながると思うんですよ、当時よりもね、あの春先、はい、あったかくもなってるし、はいはいはい、当時 僕がちょうどそのあそっか4月1日かな、はい、2005年のホームラン打った時は、まだ1度とかでしたから、真冬、1度、はい、真冬ですよ、俺は野球やっちゃダメだよ、野球やっちゃダメですよ、お前、幼かったらちゃんと言わないと今ね、まあさすがに仙台も4月になれば少しは暖かくはなってきたんですけど、そうですね、と20年前まだ寒い中で、はい、その中でも大活躍されていましたから、はい、そこがレジェンドですよね、すごいよ、やっぱ体強いですもんね、そう、体強いもん、ちっちゃくでも体強い、体強い、いや、磯部晃一さん の、はい、この東北楽天ゴールデンイーグルスでの東北の生活の中で一番の思い出っていうのは聞きたい、何ですか、そうですね、やっぱりその、はい、第1号ホームラン打った時にすごく、はい、皆さんバーッと湧いてくれて、はい、それが一番の印象かなと 思いますし、まあ、プライベートでね、本当に食べるものも美味しいし、確かに、はい、いい思いさせていただきました、たくさん、ありがとうございます、ありがとうございます、毎日いいもの食べたんじゃないですか、そういうことです、いいな、2人ではどんなもの食べに行ったんですか、ごちそうになった、2人で行ったことはないんだよね、2人はないです、はい、何人か若い選手を、はい、僕は若いの連れて、銀次の同級生の、はい、増田慎太郎とか行きましたね、行きました、連れて一緒にやってましたね、いろんなものごちそうになったんじゃないですか、そう、本当にもうありがたいですね、はいはい、そろそろ返していただいて、あんアンバサダーになったしね、はい、逆にごちそうしてくださいよ、はい、いつももうなんかね、やり取りはね、親戚のおじさんとのやり取りだったね、そうだね、銀次年いくつだったの、自分37の年です、37、はい、磯部さんはもう僕今年51ですか、足と一緒の年だった、まあでも今からですねまだ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 若々しいお二人ですね、はい、もう20年が経ちます、磯部さんだから球団入った時は30歳、そうですね、35歳ですよね、近鉄から入ってきてね、本当にいろんな大変な、想像もできないぐらい大変なことがある中で、うん、なんとか1年目を支えてくれた、1年目というかイーグルスの総選挙を支えてくれたレジェンドでございます、はい、ということで、今日この後スタジアム内のご予定っていうのはどんなことが行われるでしょうか、そうなの、これだけですか、ラジオに出て、ラジオに出て、はい、始球式そんなにキャッチャーしてくれるんでしょう、出たキャッチャー、いけるんじゃない、またキャッチャーいるんですよ、なんで嫌そうなの、いやいやいや、お願いします、ちょっと投げれるかなと思って、あのパーム投げないでください、パームナックル、ナックル、はい、え、ナックル投げられるんですか、すごいっすよ、ナックルボール強烈っす、強烈、とんでもないナックル投げる、いやもう遊びでね、ねえ、あれすごいっすよね、じゃあ今日の始球式も、はい、ナックルボール絶対でも取れない取れない、絶対取れないからね、顔当たる、最近は野球はやられて、ね、あ、もうほぼプレーはしてないですけど、やってない、まあ、あのちっちゃい子を教えたりだとか、はい、そういうことはやってますけど、じゃあナックル、今日ぜひノーバンで、はい、あの銀次キャッチャーに、そうですね、ナックルボールを投げるそうですので、ナックルボールをノーバンで届けに投げられる感じなんで
で、それ終わってから、はい、一応解説もさせていただこうかなと思ってます。 ありがとうございます。承知いたしました。はい、今日一日お付き合いいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあね、お集まりいただいておりますイーグルスファーの往年のファンの方もたくさんいらっしゃると思いますのでね。ユニフォーム、ユニフォーム、ユニフォーム、どれどこどこ、あれ、言っていいですか。僕の知り合いです。知り合い、一応仕込みしてましたから。タオルもいっぱい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、ちびっこあげてくれてますか。あ、そこにもあるんですよ。ありがとうございます。リサベさん、ね、じゃあ、キンチタオルも上がってますので、最初アンバサダーから皆さんに一言ご挨拶いただいて。はい、はい、皆さんいつも応援ありがとうございます。はい、今4連勝中で、はい、今日5連勝を目指して頑張るわけですけど、まあ自分は出ないんですけど、しっかり選手たちを応援してやってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。では、リサベさん、皆さんに。はい、僕が来て、練習止まったって言われるの嫌なんで、今日は選手に頑張ってほしいなと思います。あとは今日雨降る予定なんで、この後皆さんちゃんと傘さして試合見ていただければなと思います。はい、レインコートで、はい、レインコートで、レインコートで、よろしくお願いします。はい、さあ、ということでこの後も球場いろんなところに登場いたします。はい、本日20周年アニバーサリーということで、元球団、大活躍してくれました、OB の磯部浩二さん、そして銀次アンバサダーに来ていただきました。ありがとうございました。今日始球式